モノコードのイラストモノコードは一本の弦を張り、その振動を利用して音程を計測し、音律を規定することを目的とした楽器、器具、モノコルドとも言う。一本の弦とボディ部で構成される弦楽器としては、アジアやアフリカの楽器や一言ごとをはじめとし、世界各地で見ることができる。前述の音律を規定する器具としては、ヨーロッパでは、 紀元前5世紀の古代イギリシアの音律論の中に、ピタゴラスの発明として記述がある。共鳴器の上に一本の弦を張り、駒を動かして、弦長を変え、求める音高を得るなどの目的に使用された。中世以降、楽器というより正しい音程や基準音を示すための音律測定器具として用いられ、近代の電気的、電子的測定機器が実用化される19世紀末までは、 演奏弦は、教育、音楽研究などの領域で使われた。また、中世後期以後は、複数の弦で和音も演奏できる、ポリコードも作られた。複数の弦のモノコードのイラストモノコードの部品には、ペグやナット、弦、エンドピンなどが含まれる。弦の長さを半分にしてピッチカートすると1オクターブ、高いピッチが生成され、弦は元の2倍の周波数で振動する。 モノコードから派生した楽器には、フルゴトや、ダンバウ、こと、ビーナ、ハーディガーディ、クラビコードなどの弦楽器がある。ABC アレクサンドリア、The Journal of the Western Cosmological Traditions フィドラー、デビット・アール、グランド・ラピッツ。 ヘイミツ、ISBN0 から93 3999から97から6、億6030 644、https コロンスラッシュスラッシュ www.worldca.org t スラッシュ oclc スラッシュ60300644。ありがとうございます。